ナポレオンとジョゼフィーヌ第1回は徹底したフランス女この絵は有名なダビッドのアルプスを越えるナポレオンナポレオンは勢力を回復しつつあったオーストリア軍を叩くために滑落の危険を冒しながら厳しい自然で知られるアルプスのグラン・サン・ベルナール峠を越えて進軍し敵の背後を突くことに成功します。この絵を見る限り、 アルプス越えの大変さは伝わってきませんが、それはこの絵がフィクションだからです。事実に近いのは、次にお見せするポール・ドラロッシュのアルプス越えのナポレオンです。ナポレオンは実際にはこの絵のようにラバに乗ってアルプスを越えたのです。ところで、ナポレオンはガガ・ダビッドにアルプスを越えるナポレオンを、 ナポレオンが第一失政となった1799年から、皇帝となる1804年の間に5点描かせています。ナポレオンは何を目的としてそうさせたのでしょうか。この絵で、失政官ナポレオンが鼓舞しているのは、軍隊ではありません。干渉者、すなわちフランス人民なのです。ここで重要な点を指摘しておきます。 ナポレオン体制とは、民衆の支持に基礎を置く独裁政治に他なりません。間違えてはいけないのは、ナポレオンが民衆を信頼していたわけではない、ということです。むしろ民衆に不信感を持っていました。しかし他方で、彼は民衆の奥深い願望を本能的に感じ取り、それを無視しては何も成し得ないことも理解していました。だから新憲法の制定とか、 皇帝就任のような重要局面において、それを国民投票にかけたのです。国民の同意を得てことを行うことの重要性をナポレオンは十分理解していました。ですから、この絵も作為的な理想化が施され、そのことによって民衆を奮い立たせ、自分への支持を生み出させるプロパガンダだったのです。ナポレオンはプロパガンダの天才でした。 このことをナポレオンを描いた代表作、ダビッド・ナポレオンの大冠式で見てみましょう。ここを拡大します。絵のタイトルはナポレオンの大冠式ですが、描かれているのは、皇后ジョゼフィーヌがナポレオンによって体冠される場面、皇帝ナポレオンの体冠の場面ではないのです。ナポレオンの大冠式の絵を依頼された画家ダビッドは、 ナポレオンの退官の場面を描かなかったのでしょうか。実は、ダビッドは、退官式のための修作では、ナポレオンの退官の場面を描いたのです。しかし、それをナポレオンが拒絶したのです。なぜナポレオンが拒絶したかは、その修作を見ればわかります。これです。ナポレオンに退官したのは、ナポレオン自身で、 ダビッドの修作はそのまま描いたのでしたなぜナポレオンはそんなことをしたのでしょうかそれは第一に教皇による戴冠を行わないことで教皇の権限を最小化しようとしたのです反強権主義者への配慮からでした第二に自らの力国民の支持によって定位につくというナポレオンの自負からですしかし そうであったとしても、この修作のような絵では、国民の支持なしに勝手に皇帝になったかのような滑稽なイメージになってしまいます。絵画のプロパガンダ機能を重視していたナポレオンが、この修作を拒絶したのは当然でしょう。こうした事情から、ナポレオンの体感式の絵でありながら描かれているのは、ジョゼフィールの体感の場面になったのです。ところで、 ここに描かれている人物は誰でしょうか。ジョゼフィーヌの体感を満足げな面持ちで見守るこの女性は、ナポレオンの母レティツヤです。しかし、これは全くの嘘、虚構です。実際には、彼女は式典に参列しませんでした。1804年11月14日、 レティツヤは当時住んでいたローマを出発してパリに向かいます。しかしパリに到着するのは12月19日、皇帝退官式が終わった後のことです。彼女が参列しなかった理由は、表面的には旅に思わぬ時間がかかり式に間に合わなかったとか、体調が優れずローマを出発するのが遅れたとか言われますが、ちょっとそれは考えにくいのです。 彼女は式に間に合わなかったのではなく、出席したくなかったのです。それはなぜでしょうか。彼女がジョゼフィールを嫌っていたため、という説もありますが、それ以上に息子が皇帝になるのを見たくなかった、というのが真相だろうと思います。母レティティアにとって息子が皇帝になることは、喜び以上に不安だったのです。ナポレオンのおかげで、 国王や王妃になって浮かれている子供たちにもこう言い放つような母親でした。あなた方は自分たちが何をやっているのか分かっていない。世の中っていうのはいつまでも同じように行くもんじゃない。さらに、仮にレティツヤが出席していたとしても、あの絵のような温かな眼差しを送ることはありえませんでした。彼女はジョセフィーヌを心底嫌い、 ナポレオンと彼女のの離婚を絶望していたのですから。なぜジョゼフィーヌはそれほどまでに夫の母親レティツィアから嫌われていたのでしょうか。ジョゼフィーヌとは一体どんな女性だったのでしょうか。川島ルミコはナポレオンが選んだ3人の女の中で実に的確にジョゼフィーヌの特徴を次のように 表現していますジョゼフィーヌは徹底したフランス女だった浪費家でおしゃれで社交にたけ嘘をつくのが上手で愛に盲目で人生を楽しむことを知っていたジョゼフィーヌには良妻賢母からは程遠いフランス女ならではの可愛らしさがあるそして徹底したフランス女の骨格はその生育環境によって育まれました。 ジョゼフィーヌの実家、タシェ・ドラ・パジェリ家は、もともとフランスの貴族でしたが、軍勤務がうまくいかなかった祖父が一攫千金を夢見てマルティニック島へ渡ります。フランス本土から遥か遠く約 6800km 離れたカリブ海の西インド諸島の一つです。ジョゼフィーヌはこのマルティニック島で生まれました。 これが現在のマルティニック島です。母方もフランス貴族の出で、父方よりも以前に島に移住していました。しかし、夢は実現せず祖父は島で亡くなります。父親の代になっても、祖父の夢は実現せず、小さなサトウキビ畑の収益で生活する貧しい小貴族でした。しかもこのささやかな財産も、 いいつも借金取りに狙われていましたしかしこのような陰気で気の見えるような家で生活しながら父親は酒と女に明け暮れ気ままな生活母親も多くのクレオールの霊に漏れず何もせず化粧昼寝水浴に時間を費やしていました家事どころか3人の娘の世話もしようとせず子育てはジョゼフィーヌの言いなりになる甘い乳母に任せっきり そんな育てられ方をしたジョゼフィーヌは、自分の好き嫌いのままに動く屈託のない野生児そのもの、強烈な陽光を浴びてすくすく育つ生命力あふれる草木のようでした。友達といえば主人の娘である、彼女を何かにつけて立てまつる原住民の女の子たちだった。彼女たちとの接触により、良くないことを教わり、 ワイダンを耳にし、これにクレオールに特有の早熟な性質が加味され、性的なものに対する感覚が彼女の中でいち早く目覚めていった。それでも両親は、彼女が10歳近くになると初等教育を受けさせるためにプロビダンス修道院に入れます。その教育方針は、音楽やダンスが多少できるようになること、優雅な礼儀作法を身につけること、つまり、 社交界で通用し幸せな結婚ができるように娘たちを育て上げることでしたジョセフィーヌは真面目に勉強することはなかったようでそれは彼女が書いた5時だらけの手紙からもわかりますそれでも修道院に入った頃はほんの小娘に過ぎなかった彼女は4年後霊場となって実家に戻りますまだ14歳でしたが 早くも、マルチニック社交界では目立つ存在になりかけていました。当時のジョゼフィーヌについて、マルチニック中遁、オクセロア連帯の将校だった門外ある伯爵がこんな証言を残しています。取り立てで美人というわけでもなく、また可憐というわけでもなかったが、人の目を引く魅力を備えていた。表情には抗いがたい魅力があった。眼差しには艶があり、何とも言えない色香が漂っていた。 それは男心をくすぐり、とろかし、官能の渦巻を呼び覚ますあの眼差しだった。ジョゼフィーヌがマルチニクトを離れフランスにやってくるのは16歳の時、結婚のためです。結婚相手はアレクサンドルドボアルネ伯爵、彼女より3歳年上の陸軍隊でした。彼の父親ボアルネ伯爵は以前。 フランス領西インド諸島の総督を務めていたことがあり、マルチニック島に住んでいました。アレクサンドルもこの島で生まれましたが、5歳で島を離れました。では、なぜボアルネ公爵は、わざわざ息子の嫁をマルチニック島の貧しい下級貴族から迎えようとしたのでしょうか。実は、この結婚の仲介役を果たしたのはルノーダン夫人。 というジョゼフィーヌのの父親の妹でした。彼女は夫ルノーダンとはすでに別れ当時は離婚制度がなかったので夫と別れた後もルノーダン夫人と名乗り続けなければなりませんでした彼女はボアルネ公爵の愛人でした彼女が公爵の嫁として自分の姪に白羽の矢を立てたのです。それは、 名の将来を思ってのことではありません。自分自身の利益のためです。ボアルネ公爵の夫人はすでに夫の元を去り、ルノー団夫人は公爵とパリで夫婦同然に暮らし、アレクサンドルを母親代わりに育てました。主婦として公爵の信頼もえ、アレクサンドルにも慕われました。しかし、その立場はあくまで公爵の愛人。公爵が結婚を渋。 たわけではありません公爵夫人は公爵家を出て数年後に亡くなっています再婚できない事情はルノーダ夫人の側にあったのです夫が生きている限り離婚制度が存在しない以上彼女はボアルネ公爵夫人にはなれなかったのです彼女の立場は弱い公爵の愛情が失われたら公爵に万視のことがあったら いつ追い出されるかわからない自分の不安定な地位を安泰にしたいと切望するのです。そこで考えたのが、アレクサンドルの嫁に自分の命を迎え、命がこの家に一緒に暮らすようになることでした。すっかりルノーダン夫人の尻に敷かれていた公爵はこの話にあえて反対はしませんでした。こうしてジョゼフィーヌはマルチニクトを離れ、フランス本国へと向かうことになるのです。